さん来ましたよ。置ける？ゆっくり行くで。皆さんおはようございます。バッパー翔太でございます。今回なんですけど、寒い冬なんですけども、ルースさんの大嫌いな日本の夏の対策をやっていきたいなと思います。日本の夏インポッシブルですよね、ルースさん。いつも文句たっぷり。私の体できない、蒸し暑いと35度、無理です。すみません。大丈夫です。サニーさんは日本の四季に耐えられる車っていうことでガイナ塗りました。窓もチェンジしました。あともう一つヒーターも来ました。あと足りないというのはエアコンです。エアコンで涼しい風を送って、この中はもうマイナス天国ですよ。もう最高ですよね。お楽しみ。マイナスイオン天国ということで、エアコン取り付けていくんですけど、ここに室内機をガスンと置きたいなと思います。で、こう室内機のこのダクトがこう通ってきて、ここ通ってきて、ここに室外機を置きたいなと初め思ってたんですけど、室外機をこうこの床の上に置くことによって、この辺のスペースがめちゃめちゃ無駄になるんで、今回はこの室外機をここぶち抜いて、ここに吊るしたいなと思います。まあこれぐらいの高さになるんじゃないかなっていう感じです。で、まあこう吊るすんですけど、どうやって吊るすかというと、まあ一番、まあいろんなやり方あるんですけど、ちょっと溶接が一番無難かなと思いまして、で、前々から僕もちょっと溶接めちゃめちゃ勉強したいなと思ってたんで、まあ友達にこれも恵まれてますよ。たまたま溶接する子がおって、今日ちょっとその子に来てもらって、溶接の仕方を教えてもらって、ここに室外機を取り付けていきたいなと思います。なんですけど、シミュレーション中です。何ですか、ルクさん。めっちゃ重たい。助けて。ほんまに助けて。大丈夫。で、このエアコンなんですけど、まあ、25センチっていうことで、なかなか難しかったですね、このエアコン見つけるルースさん。はい、そうです。どうですか。そうですね。大丈夫ですか、ルースさん。早く。オッケーオッケー、助けます、オッケー、はい。正直、めっちゃブサイククーラーと思います。ほんまに。はい、絶対カビネット作らないといけない。クーラー作って、その上にカビネットでちょっと隠してあげたいなと思います、僕たちは。まあ、ちなみにこれは、6畳用でございます。バスの全体の大きさはだいたい8畳ぐらいなんですけど、まあ、僕たちはこのトイレのところ辺で一個ちょっと区切ろうかなと思います。カーテンみたいな感じで仕切って、ということでよろしくお願いします。お願いします。なんでそんな硬いね。いやもうガチガチ緊張してます。緊張してますか。はい、ちょっとやっていきますか。教えてください、プロの方の、はい、あのやり方を、はい、教えれるほどプロではないんです。いえ、プロですよ。もう OK、 じゃあどうしたらいいですか。全然わからんで、溶接棒ね。はい、溶接棒をこのホルダーってやつに入れてつけます。はい。じゃあ、少し等を確認して。確認して、もうこれが整ったら溶接棒。オッケーオッケー。めっちゃくちゃ違う。本当だ。まあ、もともと難しいと思ってたんですけど、やっぱり難しいです。難しそう。うん、ちょっともうちょっと、ね、ケンタほんまプロですよ。何年やってるんですか。もうかれこれ10年弱ぐらい。10年弱ぐらいやったらしい。プロ全然ちゃう。もうえー、1時間前、初めはこれです。見てください、こんな感じ。もうボコボコのうんこみたい。現在1時間半後、徐々に上手くなりました。見てください。どうでしょうか、ルースさん。おー、綺麗。ちょいちょい、うん、これ見てください、この練習の仕様。ごっついことになってますよ、これ。It's like a kind of military weapon. Military weapon? なんかどっかの、あの軍隊の武器みたいなし、ごっついようになってますよ、これ。溶接強すぎて。すごい、でも溶接強いわ。ちょこっとしただけでもガチガチ止まってますもんね。あ、なんで俺、ケンタのゲームを使ってまいり、難しい、こういく感じ、話。ということで、今からなんですけど、この室外機をこの中に取り付ける枠を作っていきたいなと思います。まあ、この室外機もめちゃめちゃ時間かかりましたね、探すに。ここの中にちょうどスポット入るやつじゃないといけなかったんで、
プラス僕ら室内機もちっちゃいのも欲しい。大抵見たのが室内機はめちゃめちゃちっちゃいけど室外機が大きい、室外機はめちゃめちゃちっちゃいけど室内機が大きいっていうタイプだったんですけど、この東芝さんだけいいのが見つかりました。6畳用になるんですけど、どうですかルースさん、時間めっちゃかかった、めっちゃかかりました、はい、でもこの際完璧になります、なんとか、はい、これが今回エアコンの室外機となる枠です。見てください、これをここに取り付けてみたいな感じですかね。まずこの L をこの車体にここに取り付けます。まあ今こんな感じでつく感じになります。でまあここはちょっと邪魔なんでここを切って、こんな感じでついて、反対側はまあ大体なんですけどこの辺でこんな感じでつけます。で反対側はできるだけ室外機をこっち側に寄せたいんで、まあこんな感じでついて、もう一個こんな感じでここ溶接して、ここを溶接でまた止めるって感じです。見た目はこんな感じになる予定です。はい、でこの小指の方が車体とくっつくって感じですかね、この辺で。こっちはこっちにくっつく感じです。運命の瞬間です。間違いは絶対できません。ケンタ君にちょっと持ってもらって仮付けしたいなと思います。レディー、レディー、怖いぞ、レディーゴー。で、窓は。え？開けました。窓開けました。開けました。窓開けました。スモーキー？バスの中でバーベキューっぽい。焼肉でした。よし。なんとか、今3つ仮止め成功です。こことここを止めただけやのに、めっちゃめちゃ強い、もう。すごい。どう、ルースさん。溶接。これで重たい室外機も全然大丈夫です。でも室外機は20キロぐらいなんですけど。あ、そうですか。うん。僕の友達のケンタ君がやらかしてくれました。皆さん見てください。僕の大事な大事な新しい靴を溶かしてくれました、これ。おもう靴溶接してもなあかんねえ、ケンタ君。もう焦げ焦げです。やばいよ。まあ仕方ない、もう今日裸足で帰らなしゃあない。もうこもう片方も焼いときますか。いやいや、それはそこもやめてください。いやまあ同じか、もう1個しかないからということで、焼いちゃいましたっていう事件です。皆さんこんな感じで仮止めの方が終わりました。はい、ワンサイドこんな感じで、反対もこんな感じで、あ、こうか、ここも仮止め終わってます。で、こっち側も一応仮で終わってますということで、実際にこの室外機ちゃんがつくのかどうかっていうのをチェックしてみたいなと思います。インしました。 OK。 どうですか、見てください、ちょっと出る感じに作りました。いい感じじゃないですか。はい、いつもいます。だいたい高さが15やね。だいたい高さが150、 15センチ、150上がってる感じです。で、あまりにもこう下下げすぎると下から見れるし、しかもなんていうんですか、僕ら山道とかもしか行くかもしれないですか、バンバン当たるんで、ちょっと上げとこうかなみたいな感じです。OK、はい、ということで、昨日なんですけど室外機、掘り込む場所やっと完成です。で、昨日ちょっと錆止め塗ったんで、今ちょっと乾いてると思います。もうルースさんが乗っても多分大丈夫だと思いますよ。Me? いや、ルースさん乗ってみて。 OK、Let's see。 Oh yeah、Oh yeah、強い？ It's not moving at all。 ほんまに？ Oh yeah、Oh it's so strong。 立ってください。おー、ルースさんが乗っても全然大丈夫。 Yeah、Oh you painted it gray。 いや、錆止めですよ。 Oh I thought it was just rust paint。 No、錆止め、錆止めプラスペイントみたいな。 Oh it looks really good。 ほんまに？Yeah, really strong。 めっちゃ強い。車が動いてまいよ、もう。It's like part of the bus。 うん、 Yeah、 車の一部になりました。 Yeah, it feels super strong。 Yeah。 大丈夫？ Is it on the way？ OK、 バスの下から見た感じなんですけど、下は全く見えにくいです。まあ、こう下にしゃがんで初めて見えるって感じですかね、エアコンが。で、ここに六角ボルト止めるとこあるんで、マージのボルトを止めたいなと思います。
まあ換気扇の半分以上はこう下に出てるんで室内には大丈夫かなと思います。まあ換気扇ちゃん、これからエアコンつけた時にその煙っていうか風か、風を送風してあげないといけないということで、まあ今サニーさんこう壁になってるんで、もし送風したらここに、まあ下には抜けるんですけど、ここに風がこもってしまうということで、今回この換気口をここに取り付けて、風がうまいことこう抜けるようにしていきたいなと思います。これもこの作業も簡単ですね。まずジクソーさんで切って、歯医者の仕事してシリコンコーキングしてみたいな。どうですか、ルスさん。そうですね、多いです。もう勝手に勝手に多いで、もうバスないもうバスなくなってもね、切りすぎて。プロフェッショナルマスクのテーブル。 Oh, sure, come here, I need to show you something really difficult. It's just basically like very, very tricky. This one here. Thanks. やばいやん。やばいやん。何やそれ。もうええってルース。ルース。ルース。That's not my name. Your name is Ruth. Yeah, holy. Holy, what's up?That's good, no? That looks incredible. Perfect. Looks like part of the bus. Yes. 後からまた色塗るんで、とりあえずこれで。おお、危なそう。Doesn't matter, this one leaks. Not important, because just drip out the bottom anyway. No? Yes. ケーキトッピング。ケーキトッピング。クリーム。ケーキのクリームを混ぜる感じです。Maybe you can start a bakery next year. What? Bapa shot a bakery, the Bapa bakery. You can do cake icing, no? I can eat all the leftover cakes if you want to sell. Okay, ということで今からするんですけど、ルースさんやったら絶対こっち向きでしょ？ No. こっち向きで、ウォーター go inside. Why would you say something nasty like that? 冗談です、ルースさん。Okay. いきますよ。Okay, that looks really nice. Easy boy, and then?Practicing when you're having free time, no? I saw you practicing every day. Wow, look at that! You've been going to caulking night classes, haven't you? Mm-hmm. Meiji College. Caulking night classes.